それから中国インド間の紛争もあるし、中国ソ連間の紛争もあるということで、えー、まあ次には中国が非常に戦い戦争が多かったですね。もちろん中国は常任理事国で、まあそういう時に拒否権を使えます。からまあ次っょっととんだ難しいんですけど、ロシアですかね。まあロシアはアフガニスタン戦争がありまして、それからまあグルジアというかジョージアとの戦いもあって、今度ウクライナの戦いもあると。 まあしかし、アメリカなんかに比べれば圧倒的にロシアの戦争数は少ないんですね。アメリカのアフガニスタン戦争、ロシアのアフガニスタン戦争とこれはもう同じなんですが、アメリカがイラクを攻撃してですね、まあ最後にはフセイン大統領を公式権にしてしまいましたけれども、この戦いはイラクはものすごい大量の市民が死にましたね、戦争で。 これはほとんど日本の文化人は避難しません。しかし今度のロシアに至っては、えー、民衆が死んでいるつっ,って大騒ぎしていますね。非常にまあ、えー、同じようなことでも同じように平和が大切なんだっていう人でも、実はアメリカの戦争はいいけども、まあ、ロシアの戦争はダメだというふうになっているんですね。えー、それからあの、日本のメディアもロシアの拒否権は必ず報道しますので、 我々はアメリカよりかロシアの方が拒否権の発動が多いような気がしてますが、実は違います。またまあイギリスのフォークランド戦争もありますし、フランスはあんまりありませんね。だけども少なくとも国際連合の平和を守るべき組織、安全保障理事会の常任事国が一番戦争しているようではね、国連とは何の役にも立ってないんですね。 えー、時々国連の機関が決定したからって、偉そうなことを言う人いるんですけども、国連とはもうそういう意味じゃ有名、無実化しております。まあ、現在 G20 がもうそろそろ終わります。インドネシアで始まってましたね。これは主要な20カ国の会合ですね。それから G7 とありますね、えー。白人の国家と日本が入ってる G7. まあこういったやつが存在するっていうのは国連が機能しないので、まあ勝手にやろうと。私的グループで勝手にやろうと。 まあいう国際関係に現在なってしまったっていうことを示してるわけです。まあこれ以外に、この現代というところでいろいろ説明しましたが、ダボス会議であるとかですね、えー、そういうような EU であるとかですね、わけのわかんないような国際組織がいっぱいできて、まあそれで、まあ世界を支配していると、まあいうことなわけですね。もちろんあの世界の秩序を作るっのは非常に難しいってことはわかりますよ。難しいっていうことはわかりますが、 国際連合のこの第二次世界大戦の後のですね、起こった戦争の数と、それにどういう国が関係したかということを見ますとね、まあ、いくらなんでもこれでは国連というものが機能してるとは言えません。しかも国連というのは非常にそういうふうに恣意的になってしまったんで、まあ日本の左翼の人たちが日本の中で言ってもわかんないんで、よく事情がわかんない。 えー、国連に言ってようやつって、国連に言って言ったやつの一つが、朝鮮人を強制連行して、慰安婦として働きさせたという朝日新聞の誤報に基づく問題ですね。これなんかまあ日本人の弁護士がですね、日本人でありながら嘘を言って、これは本当だったらまだね、まだ多少いいんですけど、嘘を言って日本人を痛めつけるっていうことをやりましたね。えー、慰安婦というとよくわかんないから、セックススレイブ。 性奴隷と言ったら、非常に世界の人たちが分かってくれた。なんつって、勢いよと日本に帰ってきた弁護士がいるんですけど、あの人まだ弁護士やってますかねもう弁護士やめてほしいですね。自分でやっぱり恥ずかしいと思って、こんなことやったらダメだった。嘘をついて、自分を有利にするっていうのは法律では最も信じられることですからね。まあ、そういう意味で、まあ今日はその、国連でそういうことを訴えたり、最近ではまあグレタっていう少女がですね、 えー、もうもちろん彼女は地球温暖化が起こるかどうかなんてさっぱりは知りませんよ。えー、それは知らないに決まってます。それから、まあ、あの、北欧の国ですけどね、南の国がどういうことかってことも知りませんね。それから、まあ、スウェーデンです,ですけども、スウェーデンの国民がどのくらい裕福な生活をしてて、ほとんど温暖化がもし CO2 で起こるとしたら、えー、フィンランドなんかはもうものすごい犯人なんですけど、 そういう状態にあるということも多分知らないでしょうね。ただ単に誰かから金をもらったと思います。あの金をもらわなければ国連総会で演説なんかできませんから。金をもらってなんかわけのわかんないことを言うと。まあそういうことで、まあそういう国連とかそういうもの,の内外を通じてですね、破壊されまして、国家主権が集まってあることをやると。非常に民主的にきちっとやっていくという社会が、まあ、このところもろくも崩れてしまった。 だからまあ戦後70年経ちますんで、やっぱりこれは70年という年限がですね、いろんなものを壊していったと、まあ、いうことなんですね。そこで我々が日本人として考えることはですね、もう国際的な組織はないということです。まだ、あ、今でも国際司法裁判所っていうのが有効だと思っているような人とかですね、それから国連の決議が大切だと思ってたり、 まあ、いろいろな機関がですね、国連の機関だと錯覚してる、まあ、私的な機関であってもですね、なんか名前が国際的であると、世界なんとかとついてるとですね、どうもこれが、えー、公的なもんじゃないかというふうに考える癖がありますが、まあここ数年間でそういう意識を少し払拭してですね、正しく国際関係を見るようにしないと、まあこの現代の6番から10番にお話したことをですね、できればよーく噛み締めて、 日本の子供たちがひどいことにならないように考える必要があると思います。